やっぱり世の中買うよね。両親に感謝だわ。私をこんな美人に産んでくれて。おかげで人生イージーモード。それ小学生の時からずっと言ってるけど、自分で言ってたら恥ずかしくないの？恥ずかしい？恥ずかしいなんて思うのはブスだけでしょ。私は正真正銘の美人だから、恥ずかしいとか一切思わないわ。すごい自信。そりゃ幼馴染の旦那を奪えるくらい美人だったら自信もつくよね。自信をつけさせてくれてありがとう。何私さ、ないの旦那奪っちゃった。最近旦那くんと会えてないでしょ。旦那くん帰ってないでしょ。私の家で一緒に暮らしてるからよ。ちょっと待って、何言ってんの？っていうか奪った？本当に何言ってんの？びっくりしすぎて信じられない。だって代わり、彼のこと冴えない男って結婚式の後に散々言ってたじゃない。そんな男を奪ったとか言われてもそう簡単に信じられないっていうか。確かに結婚式で初めて彼のこと見た時は、冴えないしもっさりしてるし、なんかあんたにぴったりで地味な男だなと思ってたわよ。私のストライクゾーンには入ってなかったわ。まさかこの数年でストライクゾーンが広がったの？バカね。人間外見より中身でしょ。さっき世の中は顔って言ってなかった？それは女の話、男は別。スペックは重要だと思わない？スペック？女はブスなあんたより美人な私の方がもちろん人生イージーモードで絶対幸せになれるけど、男はお金持っててなんぼでしょ。っていうか彼のことちゃんと教えてくれればよかったのに。ちゃんとって何？っていうか彼といつの間にそんな仲になってたわけ？お付き合い始めたのは半年くらい前かな。半年前？そんなに前から？それったら全然気づかないんだもん。笑っちゃった。ブスな上に鈍感なんてよく生きてられるね。それね、半年も浮気してて今彼はあなたの家にいるのね。あんたと離婚した時は提出できたら私と結婚するからね。住所どこ？教えるわけないでしょ。彼のことが惜しいからって突撃されても困るし。話し合いをしないといけないでしょ、離婚するにしても。離婚してくれるの？やったー。もっとごねると思ったけど意外とあっけなく離婚してくれるのね。浮気してたなら慰謝料請求するけど問題ないよね。別にいいわよ、それくらい彼が全部払ってくれるから。彼が？なんせ稼いでるもの。指輪だってね、あんたより何倍も高くていいやつ買うって言ってくれたんだから。私のより何倍も高くていいやつ？そんなもの本当に？前は冴えなくてありえないって思ってたけど、今では彼以外結婚相手は考えられないと思ってるから。私の幸せ邪魔しないでね。ってことで、早苗は離婚届の準備してくれる？サインできたら連絡して、私がその離婚届受け取りに行ってあげるから。彼も本気で私と離婚するつもりなの？当然でしょ。あんたなんかより美人で私の方が一緒にいて癒されるんですって。年収5000万の旦那を幼馴染に奪われてどんな気持ち？ブスなあんたが悪いのよ。女磨きは頑張らなきゃ。それじゃあ離婚届の準備よろしく。負け犬からのご連絡お待ちしてます。さなえさん、こんにちは。弟が家から出て行ったって聞いたんだけど、俺あいつと連絡取れなくて。何があったの？大丈夫？お兄さん、こんにちは。私も最近知ったんですけど、実家から出て浮気相手の家で暮らしてるそうです。浮気？あのバカ、そんなことしてるのか？本当に申し訳ない。ただでさえ迷惑をかけてるのに。お兄さんが謝ることじゃありません。でもいろいろと良くしていただいたのに、結局こんな形で離婚になってしまってすみません。やっぱり離婚するのか？彼の浮気相手、私の幼馴染なんです。その幼馴染から離婚届の準備をしろって連絡があって。なんでよりによって早苗さんが知ってる相手と浮気なんか。てか、まさかその浮気相手と再婚するつもりか？そのつもりらしいですね。離婚届を早く準備しろって言われたので、離婚届を出し次第すぐに入籍するそうです。本当にあのバカは。しかも父親とお袋だけじゃなくて俺の LINE までブロックしてるのか。連絡は全くつかないんだよ。私も幼馴染から略奪の連絡があってすぐに LINE したんですけど、繋がらなかったです。あいつ、親父とお袋がすごいカンカンに怒ってて。そりゃ勝手に出て行ったらそうですよね。なんか家から金が消えたらしい。
まさか持って行ったんですか？だと思う。まあこっちのことは気にせず、早苗さんはすっぱり離婚してくれていいよ。もともと離婚するつもりだったんだろ？そのつもりで別居してたので、正直あまり困ってないんですよね。一人暮らしの家もあるし、仕事も変わってないし、お給料もあるし。たくましい。本当しっかりしたお嫁さんが来てくれて安心したっていうか、助かるなって思ってたのに、うちの両親もバカ弟も早苗さんに苦労かけっぱなしで本当に申し訳なかった。とんでもないです。お兄さんにはいろいろと気を使っていただいてましたし、お世話になりました。俺は仕事柄ほとんど実家に帰れないから、できることは限られてたけど。離婚届を書いたので、幼なじみ経由で彼に渡して提出してもらいます。その時にお兄さんにだけは連絡するよう、一応ことづても頼んでおきますね。最後まで迷惑かけてすまない。ありがとう。こちらこそ。短い間でしたがお世話になりました。何か困ったことがあったらすぐに言ってくれ。俺ができることは何でも協力するし、家族とはいえ弟がしたことは間違ってることだから、俺は間違ってない方を味方したい。ありがとうございます。そのお言葉だけでとても心強いです。離婚届出してきたわよ。こんなに早く離婚届を準備してくれるなんて思ってなかったわ。もっと未練タラタラで引き延ばすと思ってたけど。引き際だけは綺麗だって褒めてあげる。私の伝言彼に伝えた？伝言ってなんだっけ？だからお兄さんにだけでも連絡しておきなよって。ああ、それなんだけど、お兄さんって無職らしいじゃない？え、誰が無職だって？だからお兄さん、彼が年収5000万だから、なんとか連絡取ってお金をたかろうって魂胆なんでしょうけど、彼のお金は彼と私のものだから、連絡なんか取ってしつこくお金を要求されても困るのよね。いや、ちょっと待って、そんなことする人じゃないし、香織は何か勘違いしてるわよ。お金が絡むと人間どうなるかわからないでしょ。ていうか無職の人間なんて底辺中の底辺じゃない。そんなやつと関わるとか無理。こっちの品まで下がっちゃうから、お兄さんに伝えておいて、一生こっちに関わるなってね。それ本当に伝えていいの？いいに決まってんでしょ。彼だってそういうつもりだから。自分の兄もラインブロックしてんのよ。分かったわ。ああ、離婚届出したから、その後すぐに婚姻届も出してきちゃった。これで私たち正式に入籍して、夫婦だから、年収5000万の社長の旦那いただき。社長はお兄さんだけど。え？何言ってんの？それはこっちのセリフ。お兄さんが無職？彼が年収5000万？それどこの世界の話？年収5000万はお兄さんだし、あなたが結婚したその人は無職なんだけど。ちょっと待ってよ。いくら私に旦那取られて悔しいからって、そんな冗談笑えないわよ。冗談じゃなくて、だってこれお金持ってるもん。デートだって全部出してくれるし、指輪だってあんたなんかより名前もいいもの買うって。ゼロをいくら倍にしてもゼロのままじゃない？どういう意味？彼私指輪なんか買ってないわよ。そんなわけないでしょ。そっか、代わりは披露宴から参加したから挙式見てないんだった。私たち指輪交換してないのよ。私が金属アレルギーだってこと忘れた？そういえば昔そんなこと言ってたような。思い出した。それでキーホルダーとかお揃いの買わなかったじゃん。だから指輪交換はせずに、指輪の代わりに腕時計を送り合ったの。何それ。それじゃあ指輪はないってこと？指輪はないからゼロをナンバーにしたってゼロでしょ。それじゃあ私に指輪を買ってくれないってこと？そもそも無職なんだからそんなお金ないと思うんだけど。そんなの嘘よ。彼が今持ってるお金だって、義実家にあったお金を持ち逃げしてるわけだし、おかげで義両親が怒って探してるらしいわよ彼を。家にあったお金？正確に言えばお兄さんがご両親に渡した義両親の会社を立て直すためのお金。何それ。義両親会社経営してるんだけど、赤字続きでもういよいよ倒産って感じなのよ。おかげで生活が苦しくて、結婚した私たちに白羽の矢が立ったのよね。白羽の矢？私と旦那で義実家に同居してほしいってお願いされたの。
だから同居して生活を支えてたんだけど、旦那がいつの間にかリストラされてて無職になってたことが分かって、さらに実は会社経営しててものすごく稼いでるお兄さんが毎月それなりの額援助してることが分かったんだよね。どういうこと？お金はあったけど生活苦しいって嘘ついて同居してたってこと？ざっくり言えばそういうこと。本当はその援助してもらったお金でお父さんたちが自由に遊んで、私のお給料で生活費払って、倒産寸前の会社立て直すのに忙しいからって家事も全部私にやらせてた。嘘でしょ？旦那はリストラされて無職なのに会社に行くふりして香りと浮気してたってわけ。ちょうど彼がリストラされて無職になったのって半年くらい前だし。それじゃ本当に彼は無職だって言うの？だからそう言ってるでしょ。で、彼が今持ってるお金がないと、あっちのご両親の会社が本気で潰れるから血眼になって探してるわよ。お金を持ち出した本人を見つかったらどうなるの？まずお金は返せってなるでしょうね。300万だったかしら。使ってたら使った分もきっちり返せってなるでしょうね。待って、そんなの無理。この1週間でどんだけ使ったと思ってんのよ。知らないわよ。彼が年収5000万だと思って散々使ったわよ。旅行にも行ったし、お買い物だっていろいろねだったし。ところで今まで無職だって本当に気づかなかったの？だって日中は私も仕事行ってたし。そうだ、仕事ってどうしよう。年収5000万の社長と結婚するからって会社に辞表を提出したんだけど、しかも受理されてるんだけど。玉残しの寿退社だって会社の連中にも自慢しちゃったじゃん。それは知らないわよ。私は関係ないし。あいつが無職だって最初に教えてくれればよかったのに。離婚するつもりで別居してたところに略奪の連絡してきたのはそっちだし、私の話なんか聞く余地なかったでしょ。ちょっと待って、別居って言った？離婚するつもりだったって言った？1ヶ月くらい前から私は一人暮らししてるわよ。私と離婚したら生活費が手に入らなくなるからか、離婚に同意してくれなかったし、お父さんとお母さんも私がいなくなったら家事は誰がやるんだって離婚に大反対してたから、結構無理やり家を出て別居して離れて暮らしてる事実を作ってたとこ。それって遅かれ早かれ離婚してたってこと？私が連絡しなくても？そうよ。だから香里から連絡来てラッキーって思っちゃった。いくら別居してるとはいえ半年前から付き合ってるなんて、慰謝料請求に有利な情報をもらえたんだもの。ありがとう。何それ、私はあんたに自慢がしたくて連絡したのに、あんたに有利な情報を渡しただけだったってこと？あ、ごめん。そろそろ新しく頼んだ家具が届く時間だから通知切るね。慰謝料の請求は改めてするから。それじゃあまた。ちょっと待ちなさいよ、サナエ。ちょっとサナエ助けて。彼の両親が家に乗り込んできたんだけど。あはー、ついに乗り込んだ？悠長なこと言ってる場合じゃないわよ。こっちは調べなのよ。300万返せってすごい剣幕だし。そりゃ会社潰れたらメンツもプライドもズタズタだし、大きな負債抱えることになるしね。っていうか、なんで住所バレてんの？私が送った内容証明も届いた？郵送しておいたんだけど。だからなんで住所バレてんのよ。え、香りを送ってくれたんじゃない？送ってないわよ。そんなバカなことするわけないでしょ。おかしいわね。婚姻届の写真送ってきたでしょ。ここに住所書いてあるけど。え、嘘でしょ。私マウント取りたいためだけに送ってきたんだろうけど、しっかり住所書いてあったから私としては助かっちゃった。香りと彼を探すところから始めなくて済んだから、教えてくれてありがとう。そんなつもりじゃなかったのに。香里と彼に慰謝料請求してるからしっかり払ってね。そんな、慰謝料なんか払えるわけないでしょ。あいつ無職だし、300万返せって言われてるのよ。それはそっちの問題でしょ。私に関係ある？そうだ、お兄さん会社経営してるんでしょ。そっちは本当に年収5000万なんでしょ。お兄さんの連絡先教えて、そっちに乗り換えるから。乗り換える？こんな冴えない、見た目も好みじゃない男、金持ってないって分かってたら結婚しなかったわよ。悪いけどお兄さんはアメリカにいるから香里と会うことは難しいと思うわよ。アメリカ？そうそう、帰国できないから長男のお兄さんじゃなくて私たちが同居してたんだもの。
それにお兄さんも家族と縁を切るって。なんですって？仕事のパートナーと結婚することが決まったから、家族と縁を切ってそのままアメリカで結婚するそうよ。彼が家から取って逃げた300万は義両親の会社の立て直し資金とお兄さんからの手入れ金みたいなものだったんだから、お兄さんからの最後のお金を義両親だって諦めないでしょうね。何それ、それじゃ私が玉の輿に乗れないじゃない。せっかく金持ちと結婚できると思ったのに、こんなの予定と違いすぎる。人生ってそういうもんだよね。さなえ、幼馴染でしょ、助けてよ。このままじゃ家がめちゃくちゃになる。マンションで揉め事を起こしたら退去しなくちゃいけなくなるのよ。しかもここ女性専用マンションで安くなるってとこなの。彼がいることまでバレたら。道徳とルールは守ろうねって小学校の時に習ったじゃない。そんな話今はいいからお願い助けて。私には助けられないし、助ける義理もないから自分たちで何とかしてください。あ、浮気の慰謝料を踏み倒そうとしたら弁護士さんに丸投げするから、逃げられると思わないでね。そんな、私の人生どうなってもいいっていうの？人の旦那を奪っておいて自分の人生も何もないでしょ。お願いさね、謝るから。これから中学の同窓会あるからブロックするね。待って、中学の同窓会？何それ、聞いてない。いけない、香りはブラックリストに入ってて招待してないから内緒にしてねって言われたんだった。ブラックリスト？数年前の同窓会で独身だった男性に片っ端から年収聞いてたでしょ。他にも飲んで酔っ払って自由に飲み食いして荒らしたのに会費払わなかったでしょ。そんなの昔のことじゃん。そういうことだから今後も同窓会に呼ばれることはないわよ。それじゃあ修羅場楽しんでね。義兄に聞いた話ですが、結局300万はほとんど使い切っており、義両親の会社は倒産。300万に利子もつけて、義両親は元夫に金を返すよう請求したそうです。私からの慰謝料もあり、結局元夫と幼馴染は働きに出るも就職はできず、アルバイトでなんとか食いつないでいるとか。幼馴染は離婚をしたがっているそうですが、元夫がそれを許さず、最近逃げるように幼馴染は家を出て別居を始めたと聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは、次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。